ワイダニ池家、墓所四のお山、吉政夫妻の墓。左側が吉政の墓。池田吉政は、江戸時代後期の大名。備前岡山藩八代藩主。下には、十四にした、内臓頭、左この絵検少将。岡山藩池家、宗家十代。文政六年、武善国中津藩主、奥平正隆の十男として、中津藩江戸藩邸で誕生。 幼名を七五郎。署名は、奥平正朝、池田家に入ってからは、はじめ意味名を同姓とし、後十二代将軍、徳川家吉より返記を授かり、吉政に改名した。天保十三年、備前岡山藩主、池田成都氏の養子師となった。蔡里氏は、吉政の実父の奥平正隆と同じく、薩摩藩島津家の出身で、血縁上は、蔡里氏が吉政の、 上位に当たるが、吉政よりは12歳年上である。その1ヶ月後に、蔡里氏が休死したため、蔡里氏の幼女歌子と結婚した上で家督を相続した。嘉永6年、ペリー来航で幕府に対策を指紋された際、鎖国の素法をあくまで厳守すべきだと主張した。その一方で、幕名に従って、藩士を暴走半島などに派遣し、解剖に当たらせている。 また、塩や砂糖の栓培強化や失速権約令などによる財政政策、様式群生の導入などを行ったが、あまりに厳しすぎる改革を行った上、改革途上で部落差別問題などが起こったため、安政3年に、藩内で渋染め一揆が発生し、加えて強い締め付けの影響で同年中に銀札が札つぶれとなり、改革は失敗に終わった。このため、 感情方や銀札方に属していた、藩士にしわ寄せが来たと言われる。文久三年、病気を理由に家督を、水戸藩主、徳川成明の旧男であり、養子師としていた、茂生に譲って隠居した。これは、尊王派であった藩主、藩士、江美洋の神の信玄に従ってのことである。晩年は、岡山に陰性し、明治26年に71歳で死去した。 新郷は、大名、広井義政の地。墓地は、岡山県尾善市は枝に池だけ墓所。婿養子であるが、実父の奥平正隆を通じて、池田照正の子孫ではあった。ただし、照正の娘の子孫である。池田照正、茶茶姫、養仙院、新治院、島津津脇、島津茂秀、奥平正隆、池田義政正室の実父、池田生前は、 聖母が池田知性の娘とされていた。ただし表向きのことであり、実際には即室の子であった。男系の血筋では、照ルの兄、池田元助の子孫である。ありがとうございます。